ラクダ科は、哺乳類、玉、ひずめめの生物分類単位。世界各地で家畜として利用されるラクダやラマ、アルパカなどが含まれる。哺乳類の赤血球は、無角で丸く、鳥類や、爬虫類の赤血球は、角があり、楕円形なのが普通であるが、哺乳類の中でもラクダ科の動物だけは無角だが、楕円型をした、赤血球を持っている。また、 他の哺乳類とは異なり、重さだけで構成される、サイズの小さな抗体を持つことが知られている。ラクダ科の生物の現在の分布は、過去の分布とは全く異なっている。北米原産との説が強く、また一時は、北極圏にもラクダの仲間が生息していた可能性がある。ラクダ科の生物は、約4500万年前、四神予行期、玉、 ひずめめの進化の極初期に、現在の北アメリカ大陸に現れた。ラクダ科に、近縁の、最も古いラクダアモクの生物には、ウサギほどの大きさのプロティロプスがおり、獅子に四本の指を持っていた。全身余までには、側指が失われ、ヤギほどの大きさのポエブロテリウムなどが現れた。ラクダ科の生物の起源と移動その後、ラクダ科の生物は、北アメリカ大陸で文化を続けた。 二から三百万年前頃には、ラクダ科の生物が初めてアジアに現れ、パナマ地境の形成とともに、南アメリカ大陸にも移動した。北アメリカ大陸のラクダの仲間は、氷河期の集結する時期に、最初の人が移住したのと同時に姿を消した。絶滅の理由は、刈り尽くされたためとも環境の変化に適応できなかったためとも考えられる。 ユーラシアでは、ラクダ族の生物が文化を続け、南アメリカでは互いに、近縁の4種、ラマ、アルパカ、グアナコ、ビクーニャが生き残った。化石種の生物は、現存するラクダ科の生物よりも、はるかに多様な形態を持っていた。北アメリカのティタノティロプスは肩までの体高が3.5メートルも、あり、最高でも2メートルほどの現在のラクダよりも、はるかに大きかった。 ステノミルスはガゼルのように華奢な生物でひずめを持っていた。アイピカメルスやオキシダクティルスはこの葉を食べるのに適したキリンのような背の高い生物だった。ヒトコブラクダとフタコブラクダの間にはブフトと呼ばれる自然交配による主観雑種ができる。ヒトコブラクダとラマの間には人工受精によって属観雑種ができキャマと呼ばれるは絶滅した系統を示す。 ありがとうございます。